ガンダルフパンチ。ご視聴ありがとうございます。トロピオスカです。ハレルヤメディアの一徹です。で、今回も指輪物語の新カードを使ってモダン対戦やっていきたいと思います。あ、前回はね、はい、サムとクロードでやってきましたが、うん、今回俺が使うのはガンダルフ。うん、え、ガンダルフ、ガンダルフの制裁ですね。おー、このカード3マーでクリーチャー1体に X 点ダメージを与えます、うん、X は墓地の、インスタンス素材の総数に等しいと、うん、でダメージを与えた後に余剰分のダメージをその、ね、クリーチャーのコントロールに与えることができる。あ、なるほど。ということで墓地に20枚インスタンス素材があったら、まあ21枚か、うん、あった時に11のクリーチャーを、20点抜けてくるってこと。倒すと20点抜いてワンショットできる。え、ということで今回俺が使うデッキは、うん、ガンダルフパンチ。なるほど、それで鉄拳制裁デッキです。いやすぎる。ガンダルフの鉄拳制裁デッキで今回は戦っていきたいと思います。一方こちらは、統一王アラゴルンを中心にした4色デッキですね。うんうん、この4色、モダンといえばなんかオムナスって感じですが、うん、さらにこちら、喜ぶハーフリング、うん。これがなかなかいいんじゃないですか。こう無色マナも出せるんですけど、伝説の呪文のためのマナも生み出すことができる一番のクリーチャーで、うん、なんと、この伝説の呪文用のマナ使うと、その呪文打ち消されなくなるということです。すごくさ、呪文なのすごくない？クリーチャーじゃなくて。プレインズウォーカーでもいい。だから時をほぐすもテフェリー出すと、うん、打ち消されないテフェリーが2段目に出てくる。すごい。ダメだ、ダメだ、ダメだ、みたいな。すごすぎる。大丈夫なのかという喜ぶハーフリングですね。アラゴルンすごいね。これ、アラゴルン出して、オムナス出すと、全部誘発。全部誘発。すごい。11トークンが出て、戦術にして、3体ダメージ与えて、プラス4、プラス4修正。うん。これ、どれも結構強いっすね。うん、うん。なんか赤いカード、隣にまくるだけで相手死ぬからね。うん。ということで、楽しみな一枚です。今回は、ガンダルフパンチ対、はい、アラゴルンということで、うん、楽しく対戦やっていきたいと思います。いくで、はい。5、5。うん。3です。先行があります。はい。で、キープです。キープしました。じゃあ、いきますか。お願いします。じゃあ、戦闘の運河。うん。から、はい。うわドラゴンの怒りの媒介者。うん、終わりです。墓地をガンガン肥やしていきますよと。うん。一旦、ショックインしました。はい。早速、喜ぶハープリン。お、出してきたな。ウキウキ、エンドです。はい。戦闘します。じゃあ、そいつ、うん、許せん。もう許せんため、うん、次ちょっとね、テレビとかが出られるから。じゃあ、まず、うん、まず、蒸気口、ショックインします。はい。で、これね、ちょっとね、あのハーフリング、生かしておけん。そっちが新カードなら、こっちも新カードで対抗させてもらう。何？レンジャーの体罰。レンジャーの体罰？こいつに2点ダメージ、はい、そして、指輪があなたを誘惑するというね、効果があります。じゃあまず、ドラゴンの怒りの媒介者で、はい、どうします。これ、いらんね。うん、いらん墓地を送って、あー、あー、そして、はい、指輪があなたを誘惑する、はい、ということで、ちょ指輪持たせます。うん、知らん。どんな感じがいいかな。言えちゃうか。よいしょ。なんか天使の箱かみたいな、はい。で、指輪。はい。ですね。はい。指輪所持者は伝説であり、自身よりも大きなパワーを持つクリーチャーにはブロックされない。うん、まず1回目はその能力を持ちますね。はい。じゃあ早速また私が1点グーッ、食らいます。終わりです。もらいます。はい。どうします。なるほど。墓地が今、ソーサリーと土地、うん、血まなざってる、血まなざってます。うわー、微妙。まあでも行くしかないから、うん、ペッチョイで切りました、はい、これ、新鮮、聖なる鋳造所、はい、ショックイン。で、こう、エクレ、うん、エンド6番エン6、うん、エン6か、よかろう、よい、通ります。さあ、ここが、いやいや難しいポイント、うん、ここへ1点。じゃあ、スタック、はい、思考は期待症自分。あもう一人頼む。じゃあ、処方、はい、落とします。エンチャント。で、2個、制作して、ワンドローします。この瞬間、土地、操作に、エンチャント、インスタントが落ちたので、高揚達成、3-3です。いてくれました。恐れていた、最悪のパターンが、エンドです。よし。このデッキ意外とちゃんと雇用するカードがいっぱい。やばい、連録が何もなく死んでいく。で、山セットして、じゃあ戦闘絶対なんで、はい、絶対なんで、ちょっとレンド6番さんにアタックさせていただきます。3点です。死にました。いいぞ、結構いい感じだな。さあ、そして3マナ、はい、さらにね、戦闘5面フェーズ動いていく、うん、2点払う、うん、完成化した精神チース。ほう、完成化しているので、まあ、修正感度は低いし、あとは重宝ですね。重宝、うん、これはね、まあ、いらないか、いらない。はい。で、ジェイス
活性化しているので5ではなく修正の初期修正のカウンター3ですね、はい、で、とりあえず今やることないんで、うん、プラス1してはい終わりですね。もらいます。うん、やばい。さあ点取ってるぞ。うん、やばい。さあここから巻き返せるかな。フロードバーキンお来たな。はい、これやこれでない伝説のクリーチャーが出るたびに、うん、指輪が僕を誘惑します。おあなたも指輪が、これがこれでない伝説のクリーチャーが出るたびなので、早速そっちも指輪が、指輪を、はい、フロードバーギンズが今指輪を持っています。はい、してこれ1回目なので、まだ能力としてはこいつよりもパワーの大きいクリーチャーにはブロックされない、うん、そっちも結構指輪育ちそうだな。うん、ペッチランド置いて終わりです。 OK、 さあドローするぜ。うん、うん、おー強い。この状態のこの顔最強表現なんだ。うわー情報。あーこれいいな。もらうか。はい、もらうっていうか、じゃあ上の置いたまま3枚入ります。はい、うーん、1枚追放、1枚手札、1枚下です。はい、そのままコール打ちます。はい、さらに情報。はい、欲しい欲しい欲しいが今じゃない。うん、春章の脳症とします。なるほど。あーちょっとあんたっぺに閉じこなかった。はい、じゃあここはプラス、はい、プラス、クリーチャー1体対象としてマイナス30修正ですね。はい、で先手アタック3点グイーディーここです。カタカロウ終わりです。もらいます。もらいます。もらう前、うん、エッジを拾おうかな。切りました。スパーのオン。はい、でボタンをもらいます。はい、どうします。もう結構なんか余命いくばくかって感じなんですよね。相手がもう10だと。行くしかない。フェッチョに切ります。うん、はい、じゃ森が出ました。はい、間に合うのか。統一王アラゴル来たな。はい、こいつ出た時に、うん、フロードバギンさんの能力が誘発。はい、さらに指輪が、指輪に誘惑されたのでさらに1個進みました。 OK、 アラゴルに持たせるかどうか。いや、フロードのままでいいです。うん、パワーはないんですけど、うん、攻撃します。はい、フロードバギンですね。一応本体を攻撃しておきます。うん、指輪の能力により、うん、1枚引いて1枚捨てます。 OK、 うーん、どっち捨てました。はい、で、ダメージはないのでエンドです。 OK、 うーん、さあ、ここだ。うん、ドロージス -X。 はい、プレイヤー1人対象として X の3倍の枚数のカードを制作します。はい、対象は俺15枚制作するで。どうぞ。1 15 10 15。はい、ということで俺の墓地には、はい、インスタントソーサリーが12枚。はい、くらえフロードバギンズガンダフバーン。なんで抜けてくるんだ。12点こいつに与える。そして貫通ダメージは9。うわガンダフバーン抜けました。ガンダルフパンチだぞ。まあキープじゃないでしょう。やりましょう。はい、お願いします。ショックイン。うん、喜ぶハーフリン。いやまたそいつか。今度こそ頼むぞ。エントです。いやー怖かった。18。はい、ドラゴンの怒りの媒介者終わり。まあ、それはそれって感じ。うん、ドローします。連絡嫌なんだよな。うん、ないんですが、うん、ペッチ置いて切りました。神聖なる様子に、うん、はい、トキノコがエブリー2ターン目に来た。こいつ打ち消されません。おい、さっき言ったやつ今やるやつがあるか。そのマイナスさん対戦前に言ったことをさ今やるやつがあるか。で、ドローしまして、これでエンドです。めんどくせえだろう。マジでめんどくさいなね。沸騰、うん、する勝負置きますか。で、1番でちょっとやばい、一旦なんかタイムウォークされた気分なんだな。うん、ドラゴンの怒りの媒介者、ドラゴンの怒りの媒介者出した後にフェッチ切ります。うん、まあまた3点払うか。で、上飛行。はい、紅葉するとめっちゃ嬉しい。四股空き。うん、まず情報。紅葉はやだな。やだけど、まあ何もできないですね。まあ、これまあ情報で落として、で、2枚制作。あ、紅葉した。え、紅葉した。え、だろう。はい、はい、じゃあクリーチャーエンチャント土地、はい、インスタントあるんで紅葉しました。終わり。テフィリーここまでの気持ち。ほら、許せんぞ、青テフィリー。グリーン置いて、うん、切ります。はい、森を。はい、テフェリープラス、うん、行ってこい。4マナ。お、統一王アラゴル来た。アラゴル来た、はい、なるほどな。はい、まあちょっとね、チャネラは止められないんでテフェリーは死んじゃうんですが、まあしょうがない。エンドです。5号でけんだ。5号はでかい。相当でかい。いかがか。
いや、よくないですまあでも、定理やっとこう、めんどくさいし、じゃあ定理にやってみます。はい、しました。はい、まあ、一旦ちょっと、考慮。じゃあ、重宝します。どうぞ。もらうか。もらおう。はい、もらいます。で、今段。今で呪文踊り。はい。終わりかな。終わりです。普通にブロックされないの。うん。やばいな。上がらけだし。どうします。さあ、アログルのね、パンチ力多分半端ないと思うんだよね。一旦エラダムリコールを伝えました、はい、アラゴルンが誘発、はい、11の人間とプラス4プラス4種性をどっかに乗せられるんですが、はい、これはハーフリングの方に乗せましたハーフリングブキブキだったいきなり56 はい、で、解決します。 OK、 孤独を見つけました。グエその後、うん、孤独を早計となります、はい、妻アラゴルンアラゴルンがまあダブったからねで、白の呪文を唱えたんで、人間兵士がもう一体。もう一体。はい。で、出たら、ここを。うわぁ電源します。電源していいです。そして、はい。喜ぶハーフリング。あ、でかいちゃって唱えたとき、はい、緑の呪文です。ここへプラス4修正。え、ちょっと、打点やばくない？バチーン！コンバットいきます。はい。アラゴルンとハーフリングでアタック。99と56。はぁ?14 点。14点。残り3。はい。いや、パンチ力半端ない。あ、フェッチョイテエンドですね。やば。ちょっと待って。いかがか。いかがかなと言われましても、いかがもしないんだが。はい、どうしようもできない。ガンダルフパンチ、今、より低い、弱いんだな。うん。弱パンチなんだ。あ、しかもね、1回の再開した絶対アタックしなきゃいけないから、ブロッカーに回れない。ハウリングがなんで1、2なの、こいつ。なんでパワーあるぞ。すごい。1-1 でもいい、ね、1-1 じゃダメ。なんなら 0-1 でも強いと思う。やばすぎる。まあ一旦コールどうぞ。下に置いて、でコールは見ます。いらない、うん、くーで散ります。はい、2。いや遅い、遅かったガンダルフパンチが、うん、結構2ターン目テフリーが作ってくれたテンポロスが、いやマジで効いてる。さま、うん、くーしょうがねえ。墓地には5枚のインスタントソーサリー、はい、ガンダルパンチ、あー、アラゴルーン。で、倍返しの効果、はい、ガンダルパンチ落ちたんで6点です。ってことは1点抜けてくる。1点抜ける。うっ、まあいいでしょう。だからこの怒りの倍返しアタックしなきゃいけない。アタック。3点3点受けました。終わり。もらいます。うおー、乗ろう。アラゴルンはこの地を去ったが、アラゴルンが兵士を残してくれた。コンバット。うおー、あこれが人間の力。はい、という今回はね、モダン対戦をお送りしてきましたけど、うん、いかがでしたでしょうか。はい、いやすごくね、アラゴルンのさ、アラゴルンすごい、見た目よりそのなんか、うん、残った時のインパクトがすごくすぎて、うん、やっぱエラダムリーコールから緑のクリーチャー持ってくると一気に8点分クロック上がる。そうそう、すごい。てかあれ打つだけでさ、うん、あの1日出てこいつ9になってすごい。サーチカードとか、なんだろう、うん、アドバンテージ得られるカードだったら、もっともっとその連鎖していってさ、うん、アラゴルンの力をもっともっと発揮できる感じがしていい。そうですね。あとガンダルフパンチの方、うん、まあ意外となんだろう、序盤からさ、そのチャネラーとかで、うん、ライフ減らしていっていけば、ガンダルフパンチがね、まあ、10点ぐらいでも、うん、まあ、10点が10枚落ちてたらもう本当にワンキル級のね、そう、うん、必殺級のね、ダメージもなるし。そう、モダンなんてフェッチショックランドで、ね、うんうん、3点4点勝手に減っていくから、チャネラーのパンチとそれで押し切れますよね。ということでね、はい、中がまだまだね、研究のしがいがあるカードたちがいっぱいありますんで、うん、よかったら皆さんも指輪物語のカードでデッキ組んでみてください、はい、というわけで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。トゥレットロッピーお疲れでした。ハレルヤメディアの一徹でした。まあ確かに、バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレルヤをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。